動物の森シリーズおいでよ動物の森おいでよ動物の森は任天堂を開発発売の任天堂 DS 専用ゲームソフト動物の森シリーズの第4作目シリーズ第2作目動物の森と第3作目動物の森 E は第1作目動物の森をアレンジした内容だったが本作は完全新作の内容となっている シリーズ初の携帯ゲーム企業タイトルとして発売された。基本的な遊び方は過去のシリーズと同じく動物の森で気ままに暮らすことである。本作では任天堂 d s の本体機能であるダブルスクリーン、タッチスクリーン、無線通信機能やインターネットプレイを用いる任天堂 Wi-Fi コネクション対応のタイトルは本作が初めて。 発売から2年以上経った2007年の年末の売り上げランキングにもランクインするほどのロングセラーとなり、日本国内で500万本以上、全世界合計では1100万本以上を販売した。2006年12月、アニメーション映画、劇場版動物の森が東方形で公開。全売券には金のといった入手の難しいアイテムの引き換え券が付属していた。 発売から11年近く経った2016年7月27日からは Wii U のバーチャルコンソールでも配信が開始された。オリジナルと異なるのは Wii U 版では他の村へのお出かけなどの通信プレイには対応していない。そのため、本来は通信プレイを必要とする他の基地の店の改装イベントもオリジナルものとは異なる。ここでは村全体について記述する。 ここでは村の主な施設について記述する。主要施設の数は5個になった。リアクションはたまに村に来るし、小から教えてもらえる。ハードが携帯機となったため、E プラスまでとは操作方法などが全く違うため、今作より前からプレイしているユーザーは多少慣れるまでに時間がかかることがある。本作品では施設が一新され、赤書と役場が追加された。 駅、交番、郵便局、ゴミ捨て場、おやしろの機能は、関所と役場と流れ星が代わりに行うようになったため、これら5つの施設は廃止された。また、博物館内部には、天文台と喫茶店が追加され、天文台で自分の星座を作ったり、喫茶店でコーヒーを飲んだり、と竹家のライブを聞いたりすることができるようになった。魚や虫の種類も、格段に増え、 サメやマンボウなど素人では、到底釣れないものや、サソリやタランチュラといった危険な虫も出現するようになった。また、これまでのシリーズに登場したハチも、スズメバチという名前になっている。前作までの長目ワンチという表記がなくなり、地面も平面からドラム式になったため、今までより見通しが良くなりスムーズに移動できるようになった。だが、 村全体が小さくなったので、住人の数が、前作までは15人までだったのに対し、今作は8人までに減っている。2画面になり空を見られるようになった。夜には、天文台で作った星座や流れ星、花火大会開催中は打ち上げ花火が見られる。風船やジョニーの乗った UFO が飛んでくることがあり、これらは、パチンコで打ち落とすことができる。 自分の家は、ソフト1個で遊ぶことができる4人全員で、集団生活することになり、兄弟などでやると、部屋の取り合いが起きたりするなど、部屋を自分の思いのままにコーディネートすることが難しくなった。一人だけで生活することも可能だが、その際、目玉商品という商品が出現しない。また、セーブするときには、自分の家の屋根裏部屋のベッドで寝ることになり、 以前登場したものやお金を預けることができた、ハニワくんは廃止された。スタートボタンを押すことでもセーブできる。タンスの形式が変わった。もともとは一つのタンスに昇水しか入れられず、多くの収納にはタンスが複数必要だったが、この作品では一人に90のスペースがあり、共用して使えるため、タンスは一つで済む。この作品では家具もタンスに入れることができる。 過去のシリーズで好評だったファミコン家具が廃止された。また、ゲームボーイアドバンス、カード E ーリーダーとの接続は、本作では廃止された。家具のテレビをつけると、番組が映るようになった。番組は平日と土、日で構成が異なり、時間が変わるにつれて変わる。セーブをせずに電源を切ると、リセットさんと呼ばれるモグラから長いお説教を聞かされる、ことになる。なお、前作までは、 リセットボタンを押すと現れることからリセットさんと名付けられていたがこの作品にはリセットボタンがない本作は携帯機ということもあり電池切れによる強制終了を防止するためにバッテリーランプがオレンジに切り替わる時と同じくらいに警告がなされそれに従ってスタートボタンでセーブを簡略に行い終えることができる兄のラケットさんは今作では登場しない 様々なイベントが一新された。しかし、前作にあったクリスマスやハロウィーンなどがなくなった。ゲームショップやイベント会場では、すれ違い通信機能を利用して、村長さんからプレゼントがもらえることがある。Wi-Fi でもらえるプレゼントは、村長とは、無関係。また、特別な日に Wi-Fi 機能を利用して、プレゼントの配布が行われる。村長からもらえるアイテムは、 ブルーファルコン、ピクミン、マリオの家具など。本作は携帯ゲーム機というプラットフォームゆえ、サウンド面において制約が生じたものの、第一作から貫いてきた音の飽和を避けるという方針が役に立ったとサウンド担当者の戸高一世は2020年のソデックの中で振り返っている。二千五年十一月十三日に n i n DS にて発売された本作は日本において、 初の任天堂 Wi-Fi コネクション対応ソフトとしてリリースされ12月ではないにもかかわらず初週35万本を売り上げたシリーズとしてまた任天堂 d s で発売されたソフトとしても高い初週売り上げを達成したなおこの週任天堂 d s 本体の売り上げ台数も約16万台を記録している発売3週目には累計販売本数を 約68万本まで伸ばした。2005年12月26日に東京都内で行われた任天堂 d s タッチジェネレーションズ新作ソフト記者発表会にて、おいでよ動物の森が127万本の出荷を記録したと発表。2006年12月時点で365万本を販売。2009年5月現在、国内だけで 販売本数が500万本を超える大ヒットタイトルとなっている。また、攻略本も300万冊以上売り上げ、うち3冊はベストセラーとなった。2006年3月にはゲーム内の季節が春になったことを機に、上野樹里の演じる新たな CM が作られた。またこの時点に出荷数が200万本を突破し、CM 中に字幕でおかげさまで200万本と記された。 おかげさまでのフレーズは2005年前半に、任天堂 d DS が150万台突破した際の CM にも、Wii が200万台突破した際にも使われていた。また、攻略本ではないが、攻略ガイドもある。ありがとうございます。